杯を持つクベーラ像左ガン10世紀来た、インドクベーラは、インド神話の富と財宝の神。バイシュラバナともいい、これは、ビシュラバスの子を意味する。その名の通りビシュラバスの子で、プラスティアの孫。ナラクーバラ、マニグリーバの父。役者族の王とされ、ラークシャサ族の王であるラーバナとは、異母兄弟にあたる。 ラーマとシータを乗せてランカー島を去るプシパカクベーラは、地下に埋蔵されている財宝の守護神であり、またローカパーラの一人として、北方の守護神とされる。バ神と親しく、カイラス山にあると、荒川に居住して、役者をはじめガンダールは、ラークシャサなど、多数の半神族に貸し付かれている。千年の修行が、ブラフマー神に気に入られ、神となることができ、さらに、 プシュパカというビマーナを授かった。もともと、ラークシャサの巨城があった、ランカー島をととしたが、後に、ラーバナとの対立によって、カイラス山に退き、また、プシュパカをも奪われる。クベーラは、以下の著名な9つの財宝がある。カメ水蓮ジャスミンジャコーバラマカラアイマキガイレンゲ、大レンゲクベーラに言及する、最も古いものは、アタルバベーダで、 異名のバイシュラバナも閉称されており、ラジャタナービーという名の子孫がいる。その村ラジの内容は、クベーラと隠蔽の関係を読んだものである。バーガバタプラーナでのナラクーバナとマニグリーバは、役者ではなく、グーヤカであり、このグーヤカは、秘密にするものを意味し、仏典では、密、石と簡約されている。そして、父のクベーラ自身は、グーヤカディパティーヤにディグーヤカディパという尊称で、 呼ばれており、それぞれ、偶やかの主と、財宝と偶やかの主を意味する。これらから、クベーラの語源を、覆う、隠すとする説がある。図像学の観点では、クベーラは、黄色で、表現されて、バー、花が動物ではなく、人間という特徴がある。一方で、チベット仏教のバイシュラバナは、コ棒や旗を携え、スノーライオンに乗っている。さらに、 クベエラは馬の神でもある。彫刻などでは、大の子服の目立つ姿で描かれ、アヒチャトラーから出土した座像などは有名である。このほか、クベエラは杯を持つ場合と、両手にそれぞれ、巻貝とレン、またはレモンとマングースを持つ場合がある。大洪水で海に沈んだ財宝は、ナーガのものとなったが、地地海各藩の時に、それをデ電バが取り戻し、 クベエラはその宝物を監視する役割を負うことになったという逸話がある。この逸話が示す、ヘビの化身であるナーガとの対立は、クベエラがヘビの天敵であるマングースと共に描かれていることに、符合する。仏教では主に衣装のバイシュラバナで知られ、寛訳の際にバイシュラバナを訳した名前がタモンテンで、バイシュラバナを恩赦した名前がビシャモンテンである。四天皇のタモンタカシが、 北方の主語を担うのはクベイラが北方のローカパーラであることに由来している。薬師如来の十二神将の筆頭、宮平とよく混同されるが、由来は全く異なる。旧平はヒンドゥー教のガンジスガーの神、クンビーラが仏教に取り入れられたものであるが、クンビーラとクベイラは名前が似ているだけで、両者は全くの別の神である。ありがとうございます。